札幌北区の無職宮西洋隆容疑者は先月、札幌北区のコンビニで店員3人を相次いで刺し、大橋啓介さんを殺害し、別の店員も殺害しようとした疑いが持たれています。警察によりますと、宮西容疑者から押収した3本の刃物のうち1本の刃の部分が柄から抜け落ちていたことが新たに分かりました。警察はこの柄の抜けた刃物と、事件当日宮西容疑者が手にしていた刃物の少なくとも2本を使ったとみています。宮西容疑者は男性店員に対応され不満だったと話しています。